こんばんは。こんばんは。いきなりえってなったっすよね。うん、えってなった。そう。今回ですね、あのインスタであのフォローしてくれてるそらくんですね。はい、あの中学今3年生のエギンガーですね。で横にいるのがとわくんです。この子は自分が学童で働いてるっていう教え子ですね。まさかのここでつながってて一緒に来ることになりました。お願いします。お願いします。久しぶりです。お久しぶりな。こんぐらいやったときこんぐらいになったっけ。抱っこしてたのに。普段どんなとこでしょっと。近所の。あ、近所、はい、の堤防とか。堤防とか磯とかです。あ、磯も入る。はい、ああ、なるほど、ね。やっぱね、中学生やけどね、うん、足って言ったら自転車ぐらいやろうけどね。そうね。そんなね、めちゃめちゃ遠い距離はいけんやろうけど。バスで行かんもん。まあ、今回だけ、ね、そういうことも含めいけないようなポイントにちょっと、うん、はい、案内してきてるので、うん、ちょっと頑張って釣っていきましょう、うん、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。決められだすですね。決められだす、もらい物、廃盤のやつやってんの。廃盤のやつ、廃盤も出るやつ。あ、はい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 、焼き色のやつね、紫のね。決められだすのですね、86のHV ビールはエメラルダス。ついこの前もらった。ちょっと調光時間短いんですけどね、ちょっと頑張っていきましょう。はい、こちらそらくんですね。はい、はい、中学3年生です。中3です。はい、受験生ですよね。めっちゃ受験生です。釣りしてていいんですか。大丈夫です。お勉強の方はしなくていいんですか。あ、もう諦めてます。最近ロット新調してましたね。はい、買いました。いいの。何ですかロットは。クソヒトの、はい、フェスミチューンの 84M です。 84M ですね。 84M です。 RT の 84M。 中学生が買える金額じゃないよなって最初思ったけど、はい、それは親が、いや、もう自分のお金で、お小遣いで、お小遣いで前から欲しくて、うんうん、どうしようかなって思ってたんですよ。うんうん、もして安い差を買ってから、うんうんうん、あまりのお金やエギとか、うんうんうん、いろいろ釣りはお金かかるけどね。はい、釣り具屋に行ったんですよ。そしたらあってもう釣りたらもう手元にありました。誘惑に負けちゃった。誘惑に負けちゃった。誘惑に負けちゃった。でもね、買って損するロットじゃないから、はいはい、これはもう正解かなと。リ、はい、ールはリールはルビアスの、はいはいはい、SLP の、はい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 、タイプ A ですかね。うーん、それのスプールつけてて。なるほどなるほど、はい、カスタムしてるってね。はい、はい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 、ガチアングラーやん。いやもう全然潮はね、今ちょうどいいんすよ、うんうん、良くなってる。聞いてきた。月明かりも、うん、やばいんで。いいっすね。全然釣れるシチュエーションだけど、あと腕、うん、間違いない。頑張っていきますよ。頑張ります。負けられませんよ、あの中学生アングラー。そう結構ガチガチなアングラーだったんで。いや負けてられん、はい、本当釣ってください。はい、頑張っていきます。はい、目に取りそう。いいかな。これでかいっす、めっちゃめっちゃでかいっす。はい、GoPro つけないですけど、いいですか。そのままやって、当たらんでゆっくりよ。はい、これバリでかいっす。いいね、持っとるね。一緒や、ズバッて。さすが太いっすね、これ。前の1キロより引きますよ、これ。当たりがもう、今は明確。お、浮いてますね。そこに足一本やね。足一本っすね。でかいでかい。はい、いやいや、足一本や。あぶねー。いいねー。いいサイズ。いいやー、はい、どんな感じやった。いや、もう選手走ったんすよ。あ、なるほどね。選手走ったらもういきなりもう糸が緩んで。あー、なるほど。あ、緩み、あの糸付けの出てから、ね、なるほど。ナイスナイス。はい、それじゃあ測ってもらいましょうか。はい、それでは測っていきましょう。はい、はい、ゼロです。はい、いただきました、ゼロ。はい、息抜いてね、820。お見事でーす。お見事。これはお見事、ヨカサイズ。これは最高。いや、これは本当にすごい。お見事、お見事。800、ヨカサイズ。うん、よし、連れてきてよかったー。うん、安心、こっちも。ほっとした。ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちゃんと超過を出した。お見事です。マジでお見事。この時期ではね、やっぱいい方なんで、うん、十分なサイズ出たかなと思います。我々何やってんですか、ね、ちょっと。このままじゃ帰れんね、俺たちはね。俺たちは帰れないんで、はい、我々は延長で。はい。はい、とはね、今回釣れんかったけどね、うん、どうやった普段打たないフィールドでの。うん、楽しかった。楽しかった、うん、よかったよかったよかった。まあこうやってね、いろいろフィールドあるけんね、うん、全然今後も誘ってくれれば、うん、まあ、俺らが行ってるフィールドっていうのは全然案内できるけんな。うん、そうね、うん。またやっていきましょう。はい。延長な。よし。はい、1投目ですね。風はね、後ろから吹いてきてるんですほどなんですけど、ちょっと海が荒れてますね。バンドの入り口あたりをちょっと探っていきます。海水温があったかいんでですね、ちょっとそっち側にも刺してくるんじゃないかなと。ワイルドチェイスのマジカルオレンジケムラですね。これ釣れるっしょ。乗ってました。流してたら乗ってた。どうなの久々のイカちゃんは。久々。おお、でもいいやいいやいいや。あ、結構いいんじゃない。うん、もうぼちぼちチャンビャクチャンビャクはある。このサイズよ。1キロあるっちゃない。ねえ、恥ずかしいわ。めっちゃ嬉しそうやん。嬉しい嬉しい、ね、お疲れ様でした。疲れました。よかったね、うん、いっぱい釣れたけんが、まあ、そうね、うん、とりあえず、うん、我々も、うん、釣れましたよって我々も我々も。あ、そんな感じ。いやいや違う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 、そんな感じでやる感じなの。じゃあ今後そうさせていただきます。いやダメだ、困る困る。今回の、まあ、目標とかミッション的には、うん、十分成功したんじゃないかな。そうね、その中学生アンガーと一緒に行って、うん、見事釣ることができて、うん、めちゃめちゃ良かったとかな、うん、そうね、うんうん、それだけで俺は結構満足やった実際、うん、いや上手やったね確かに。いやうまい、うん、うまいね。まあ、そらくんが言ったのが、うん、まあ、今日月明かりがめちゃめちゃある、うん、で潮の流れも速い、うん、ってなったら海流じゃないのか、うん、海流を取るのであれば、うん、浮いてきてるだろう、うん、そういう予想で潮通しはいいけど、うん、わざとシャローの方に変えて超顔出し、うん、やっぱちゃんと考えてるなって、うん、そんな感じで、うん、はい、我々もまあ釣れてよかったなと、うん、そうね、思いますね、うん、ぜひぜひチャンネル登録、うん、高評価、はい、応援の方もよろしくお願いします。